なるほど。ダイヤモンドは砕けない。ダイヤモンドは砕けないか。ダイヤモンド砕けないか。1999年の日本、 S 市森王町に住む不良の高校生東方丈介。彼は仲間たちと協力して森王町に潜む恐怖の殺人鬼吉良義景と戦い、これを倒すことに成功した。ほう、なんだっけ、キラージファングじゃなくって、うわなんか大変なことになってるけど。ここは日本じゃねえか。この町はまさか見覚えがあるような気がする。ひょっとしてジョーセフはその陽介のお母さんとここで出会ったっていうことを。じゃあセイキン釣りありがとう。なんかやましいことがあるんじゃないですか、ジョセフ・ジョースター。いや、なんでもないぞ、ジョー太郎。さあ、聖なる遺体を探そうじゃないか。あれは、奥安のやつ、風邪で欠席なんぞしやがって。え、ちょっと待って、これ小一くん？どうせずる休みだろ、家に行ってとっちめてやろうぜ。土方丈介はもう同じ声優さんだけど確立してないからちょっと違うって感じかな。で、パクロミさんないね。もう何言ってるの、お見舞いでしょ。あ、パクロミさんの方がいいな。高一くんはなんだ、4部の後半になったら髪の色が変わってしまうの。白だったよね、銀色というか。お、アクト5ぐらいになってるかもしれない。おいおいおい、マジか。高一見ろよ、すげえ、丈太郎さんにクリソツなやつがいるぜ。クリソツ、若かりしい丈太郎。何者だありゃ、ここらじゃ見ねえ制服だよな。声優さん多分一緒だな、丈介。確立してないだけかな。別人？本当？声結構似てるように聞こえるけど。世の中には3人そっくりなやつがいるって言うけどよ、ちょい似すぎだろ。ねえ丈介くん、丈太郎さんにそっくりなんじゃなくて丈太郎さん本人じゃない？別人だよ、似てっけどよ、若すぎるぜ。そうかな。おい。はい、何でしょうか。空がピンクだから色を置いとこう。確かにその空がピンクなのに違和感ないのすごいよね。一つ尋ねるが、この辺りで何かおかしなことが起きたりしてねえか。おかしなこと？この森王町でですか？質問の意図がよくわからない。森王町はスタンド使いのせいでおかしなことばかりだし、そもそも丈太郎さんのそっくりさんと話をしてる、この状況もおかしいよ。あ、原作の、あ、確かにその可能性はあるわ。だってまだアニメやってないもんね、4部の発売当時は。それはあるかもね。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。奥安、これは。おめえ何街中うろついてんだよ。どう、こし、え、どう。やっぱ軽量使ってやがったな。許せねえ。あ？俺たちを邪魔する野郎は許せねえ。ザハンド。
おおおお。スタープラチナ、時を止めたぜ。ザワールドって言わんの？言わんの？やれやれ、異変の影響を受けたスタンド使いか。今のはスタープラチナザワールド？ね、ザワールドって言い出したのが大人になってからっていうこと？奥安くん、いきなり何を？ふふん、1988年の全盛期の能力か。なるほど。誰誰？ああ、こんな声なんや。露伴先生、だってアニメ桜井さんだもんね。実に興味深いよ。始末する前に君を本にして読ませてもらうとするかな。なんか声優さん知ってるような知らんような。もちろん君たちもね、光一くん、ジョースケ。おい、露伴、何わけわかんねえこと言ってやがる。君たちはあのお方にとって邪魔なんだ。だから、わかったわかった、あれだ、あの人だ、名前言ってくれ。わかったセリフさん、まとめて削り取ってやる。木安は安定です。木安くん、露伴先生、奴ら本気だぜ。こいつ、スタンドで身を守れ。ほい、じゃあジョウスケをやるのね。しょうがねえ、やるしかねえ。なぜ奥安くんや露伴先生と戦わなくちゃいけないんだ？アクト3で終わりなの？お前らはこの虹浦奥安のザ・ハンドが消す。安定すぎる。書き込んでやるよ。君たちはここで死ぬとね。オープンだけ。アクト2、小文字を喰らえ。アクト3、アクト1、アクト2、アクト3、アクト3、アクト3。なんか使い方が分からん。セーフティーロック、ジューラスト、セーフティーロック、ジューラスト、セーフティーロック、ジューラスト、セーフティーロック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 。でね、クレイジーダイヤモンドが出ないときがある。そのクールタイムがなんちゃらってやつ。セーフティーロック、ブロック、しまった。セーフティーロック、ブームを発症があった。クロス、時速70キロで自分の体は背後に振っ、おーっ、時速70キロで自分の体は背後に振っ、おーっ、時速70キロで自分の体は背後に振っ、おーっ、
ピンチの時こそ力を発揮する少年マニアの王道だ。抵抗は無駄だよ、光一君。二人ともどうしちゃったんですか。行くよ、ジョスケ君。いっけー、グレートだぜ、光一。準備 OK だよ。行くぜ。なんてことだ。最高だ。君のリアリティを僕のものとさせてもらうぞ。あ、取られた。素晴らしい。この傷はやばい。うしダボが。これなんか負ける気がするよね。なんか難しいんだけど、ジョスケ。ジョスケ難しいんだけど。このままじゃやられる。その髪型ダサいね。けなすやつは許さねえ。あ、怒った怒ったけど死んじゃう。これなんかちょっとなんかあれなのか、強くない。なんか髪の毛普通になってるけど。死んじゃった。え、難しい。ジョースケ、とどめだ。東方ジョースケ、広瀬光一、このまま削り取ってやるぜ。トライ。しょうがねえ、やるしかねえ。オープンだけ。アクト2、アクト3、セーフティーロック。オーケー。めっちゃ蹴られなんか曲がってる。
掴む。あ、落ちた。この岸辺露伴を撫でるんじゃない。おー、へー、面白い。ひょっとして疲れてるのか。なるほど、これで遠距離攻撃できるんか。うわ、まずい。ごめん、なんか無視しすぎた。おめえの分までぶちのめしてやっからよ。ナイス。返したらどうなる。グレート、何か言う。アクト3、アクト1、闇くらっちまってる。やるぜこいつ。いけ、グレートだぜこいつ。準備 OK だよ。ドラドラドラ、本当に頼りになる男だぜ。ふ、二人とも大丈夫？心配ねえぜ、小一。俺がすぐに治すからよ。うひぃ、深く、ここは引くか。かっこいい、かっこいい。こっちの用事は終わってねえぞ。かっこいい。かっこいいね。お、二人一気に行く。ダブル。奥安が、奥安が逃げた。奥安、てめえ待てよ。あ、追っちゃう。光一くん、え、なんだ。露伴先生、元に戻ったんですか。こいつのことは任せたぜ。俺は逃げたやつを追う。あっちに行ったな。はい、お願いします。丈太郎さん、奥安くんも戻してください。ああ、おめえ、なぜ俺の名前を知っている。え、あ、ついうっかり呼んじゃったけど。本当に丈太郎さんなんですか。黒い丈太郎。どうしてそんな学生みたいに若くなってるんです。学生みたいにだと。高校生ですよ、高校生。この時の丈太郎って何年生だったっけ。学生時代の話数が少なすぎて2話ぐらいだって。どうしよっかな。あ、これは例のあの別荘。
2年生なんや。お、ジオ太郎。なに？あ、ん？何？日本ってのは案外広いもんじゃの。道に迷ってしまったわい。ジジ、今さっき未来の俺たちと顔見知りになってる連中と会ったぜ。この森王朝は俺たちのいた時代から10年以上も先だとよ。ねえ、面白いよね、ジョジョ。なんかそういう設定結構好きなんで。ジョジョは面白い。うん。目が痛い。あ、さっきの。東方丈介。おめえの名前は光一に聞いたぜ。光一って呼び捨てだ。光一くんって言ってたのに。これ何？これどう、まあいいや。奥安って言ったか。ダチはどうした？よくわからねえ。ここまで追ってきたんだが、体が光ったと思ったら消えちまった。あ、消えちゃったんや。なあ、あんた、さっきスタンドで時間を止めたよな。ひょっとしてあんた。ちょっと待って。空城丈太郎さんか。そうだ。おお、マジかよ。でもさ、死んじゃったよね。あれは、ハーベストだ。しげち。なぬ？なんじゃあのちっこいのは。しげちは死んだはずなのに。待て！あ、なんて？今なんか出てたよ。すごいいいタイミングで丸ボタン押しちゃった。はっ？はっ？丸で捕まえる。観察。ボヨヨン岬なんや。あー、掴む。誰？グーで、ラッキー。よいしょ。グーで、誰？グーで、来た。引き寄せてやったど。オラのハーベストは無敵なんだど。お前らみんなやっつけてやるど。う、嘘だろ、しげち。クールに決めてやるぜ。てめえは音石明。どうしてシゲチーと音石が一緒にいるんだ。知り合いみてえだが気を許すなよ。奴らは今敵だ。直しといた。オラ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 。
ボヨヨンって書いてある。高一くんがつけたやつ。ギタギタにしてやるど。覚悟しねえよてめえら。やるってんならやってやるぜ。俺はやると言ったらやる男だぜ。オープンだけやりづれえ戦いだったぜ。やれやれだぜ。